皆さんこんにちは。 MSTV アシスタントの高梨レイラです。今回はヤマハの MT25 こちらに乗ってきました。いやー、実はね、小鳥ちゃんバイク乗り始めて2年ちょっと経つんですけど、国内のバイクメーカーの中でヤマハさんちょっとね一番少ないんですよ、乗ってる回数が。そうなので、ちょっと今回結構ワクワクして、で何よりも MT シリーズがね初めて試乗できたということで、でその MT シリーズの中でも、まあ、一番ね初歩的な初心者向け、一番オーソドックスなモデルというこちらの MT25 乗れたということで、そちらの方ちょっとご紹介していきたいと思います。最初ファクトリーの近くをちょっと一人で走ってきた映像があるので、そちらの方どうぞ。はい、今回はヤマハの MT25 を初試乗させていただくことになりました。今回ね、レスポンスのウェブ媒体レスポンスの方で小鳥ちゃんのインプレをすることになったんですが、マシンをお借りしてる、モーターステーション TV の方でも撮影していいと、許可をいただいたので、今回 MSTV でも MT25 のインプレをお届けしていきたいと思います。よし、じゃあまずは足つきから。シート高が 870mm なので、身長 160cm の私でも両足が母子球までギリギリつかないんですけど、つま先はちゃんと両足安定してついてますね。キースピードメーター大きい。じゃあエンジン始動。おお、なかなかパワフルなサウンドです。250のツインなのでね、私が普段乗ってる GSX250R と似てるっちゃ似てるんですけど、こっちはエンジンが DOHC なので、こっちのが回転数は1万4000まで、回りますね。さあ早速乗っていきたいと思います。おお、発進スムーズ。やべ、クイックシフターじゃねえんだ。 250cc のツインなので、やっぱり低速扱いやすいですね。何よりもライディングポジションが MT シリーズネイキッドなのでめっちゃ楽。以前 R25 は乗ったことあるんですけど、決して R25 もねフルカウルだからといって前傾が激しいポジションではなく、普通に街乗りがすごくしやすいんですけれど、やっぱり同じエンジン使ってて、こっちのアップハンドなポジションだと全く疲れ知らず、どこまでも走っていけそうな感じがします。なんか普通に座ってステアリング握ってるだけで走ってます。タンクがすごーく大きく見えるんですけど、なんか250にしてはなんかすごくボリーミーなタンクな形してます。タンク容量は確かね14リットルだったので、どうなんだろう、この外側の部分はあれかな、デザイン的な感じなのかな。全部がタンクだったら、だって多分なんか18リットルぐらい入りそうな大きさしてますよね。そしてこの MT マーク。いやー、でもバイク乗って2年ちょっと経つけど、 MT シリーズまさか今まで1回も乗ってないのは自分でも驚きです。うん、なんかね、一番このバイクの気に入ったポイントが、今この発進がねめちゃくちゃしやすい。そしてそこからの加速がすごくね自然な加速、変にパワーがパーンとくるわけでもなく、マイルドになるでもなく、すごく滑らかなね上昇加速。最近さ、 ZX25R 250cc の4気筒乗ってるので、やっぱりそれに比べるとツインって本当にね乗りやすいなって思います。おっと、
まあ以前あの CBR のね試乗した時にも私が喋ったことなんですけど、ツインはねやっぱり乗りやすい、街乗りしやすい。それでだいたい 250cc でも、35馬力から40馬力ぐらいあるので、パワーとしても街乗りに乗る分には申し分ないし、あとね結構このサウンド MT のサウンドいいなと思いました。高すぎず低すぎず心地よいから、なんかとことこずっと街を走っていけそうな感じがします。あとやっぱりこうストップアンドゴーが多い都内とかの市街地乗るのに乗りやすいよね。車重も160キロ台なので、女性が乗るにしてもすごく手軽で乗りやすいですし、足つきもね結構安定してるので、バイクに乗ってるちょっと危なっかしさがね全然感じられないです。お、早速坂道発進だね。もうもちろんしやすいよね。今日の環七は随分混んでますね。こういう時 250cc 楽だなって常々思います。あとはこの MT25 ハンドリングの軽さかな。元の車重自体も軽いんですけど、やっぱネイキッドっていうことでスターリング周りがカウルがついてない分ね、すごく軽い。はい、こんな感じで乗ってきました。ちょっとね乗ったタイミングが悪くて結構渋滞が多かったんですけど、でもそんな渋滞が多い街中でも苦なく乗れるこの MT25 はね、逆に良さを発揮してくれたんじゃないかなと思います。じゃあちょっと足つきポジションチェック、最初 GoPro の方でもねやってたんですけど、改めてやりたいと思います。こちら MT25 のシート高が、780mm と割と 250cc の中でもまあ普通のシート高なんですけど、すごくねシートが絞られてて足つき感は良好です。そして車重がなんと 169kg と160キロ台なので引き起こしがすごく楽です。女性の私でもなんなら今若干ノート持ちながら引き起こしてたんですけど、普通に下半身の力だけでこうね割とひょいっと起こせます。手の力を使わないでも起こせるぐらいすごくね引き起こしがしやすくなってます。で足つき今こちら、だいたいね母子球つきそうなんですけど、実は母子球はギリギリ、身長160センチの私の身長だとギリギリ母子球はついてないんですが、まあつま先は両方べったりついてるので結構安心感安定感はあります。で信号待ちの時の停車時でも両足パッと出すと両足ペタッと、かかとまではついてないんですけど、つま先がペタッと両足つくだけで結構安心感は変わってきますね。でステアリングを握った時のこのライディングポジション、こちらねGoPro でもさっき走りながら言ってたんですけど、めちゃくちゃ楽。なんかねただまたがってるだけまたがってこう手を下ろしたらもうそれがライディングポジションっていう、すごくね至って自然な、走るためのポジションとかそういうのがなく、もうまたがります、握ります、それで走れます、ゴーみたいな、そんな感じですね。なので街乗りしやすいのはもちろんのこと、今回ほんとちょこっとしか乗ってないんでわかんないんですけど、ツーリングとかでも普通に200キロ300キロ、あとは高速道路で長距離走ってもすごく快適に走ることができるんじゃないかなと思います。でハンドリングもさっき少し試したんですけど、ネイキッドということでアップハンドなポジションになってて、かつこのメーター周りがねコテコテついたりとかしてないので、カウルもないのですごくねステアリングが軽くて切りやすいです。なので U ターンとかもしやすいですし、あとは交差点曲がるストップゴーっていうのがすごく簡単にできますね。あとはですねこちら MT のちょっとねこの外観見た目について喋っていきたいんですけれど、
MT-09 と07と今回こちら同じカラーリングを使ってるモデルで、 MT シリーズの私すごく気に入ってるポイントがこのカラフルなホイールですよ、これだ今回借りた車両が、まあ、これオレンジなのか、オレンジっていうかもう蛍光オレンジっていうのかな、そうこの MT シリーズってあの普通に黒とかブルーとかもあるんですけど、ホイールがねなんせ他の車両よりカラフルなところがすごくいいなと思うんですよ。で今回のモデルではないんですけど、以前出ていたモデルで、蛍光イエローみたいなカラーリングの、07、09、あと25も出てたかな確かがあったと思うんですけど、あれ知り合いが乗ってたんですけど、あれがねめちゃくちゃかっこいいなって、なんだろう可愛いんだけど男性の人が乗ってもかっこいいなっていう、なんかすごくね他のメーカーじゃやらないところをツボを押さえてるなって思いました。でこのオレンジも私的にいいなと思いますし、あとはまあ可愛いだけかと思いきや普通に上はシックに押さえてるところが男女問わず年齢問わず、好まれるんじゃないかなと思います。あとはね MT といえばこの私あんまり知らないんだけどこの MT マーク、 MT シリーズに共通してついてるこの MT マークですよね、ここのタンクのところとメーターのここに MT シリーズのマークがあります。これのねちょっと詳しいマークの由来だったりこのエンブレムのことを私はよく知らないんですけど、 MT 乗ってる方でなんかこう意味合いとか知ってる方いたらぜひ教えてほしいですね。あとはライト類がこちら多分オール LED かな、顔つきがねすごいスタイリッシュなんだよね、この細いライト、ヘッドライトこんな細いんだって。でさっき走ってる時に前になんか大きいトラックがねいて、大きいトラックに反射して自分の姿が見えたんですけど、お顔かっこいいなって、なんかただこう見てるポジションよりも乗ってる時のライダーが乗ってる、そしてこのマシンの顔っていうのがめちゃくちゃかっこよかったです。でこんな最初ちっちゃいライトって大丈夫なのかよとか思ったんですけど、夜の視認性もね結構良かったですよ。で後ろも確か透過類全部 LED になってますね。はい、こんな感じで、250cc ではまあ最近当たり前になりつつなんですけど、透過類が全て LED、 そして、ABS 搭載という、まあ普通に 250cc でも十分な装備がこちらを MT25 には備わってます。そして、MT25 といえば MT03 が多分同モデル同じカラーリングで出ているかと思うんですけれど、MT-03 はね乗ったことがないのでまああんまり詳しくは言えないんですけど、25との差別化で言うとやっぱり車検がない250cc かそうじゃないかってそこの区分でね、車検がないのとやっぱ税金が安いっていうのがあるので、初めてバイクを乗る方とかに25は特におすすめなんじゃないかなと思います。最後にですね、なんで小鳥ちゃんが MT25 乗れたのかっていうと、今回レスポンスさんのウェブ媒体のレスポンスさんで MT25 を試乗してほしいというお仕事をいただいて今回試乗させていただいたんですけど、まあやっぱり私が乗るんであれば女性目線のインプレをしてほしいっていうことだったので、女性が乗るポイントとしてどういうところが合っているのかなっていうところを考えてみたところ、やっぱり最初に挙げたこの足付き性ですかね、シート高が780ということで身長160センチある私でこの足付きってことは、多分身長150センチ半ばぐらいの人でもつま先で両足をつくことは可能だと思います。なのでちょっと小柄な女性の方でも安心して乗れると思います。そして、先ほど同じように引き起こし時に言った車重が軽い169キロということは、多分250シリーズの中でも1番か2番目ぐらいに軽いと思います。あ、でも今あれか、スズキのジクサーシリーズが出てきたからさらに軽いのがちょっと出てきちゃったんですけれど、 250cc のバイクでなおかつできればパワーカーも欲しいっていうんであれば、こちらの MT25 は、最高出力が35馬力R25 と同一エンジンをおそらく使っているので、35馬力のパワーがあるので市街地の乗りやすさはもちろんなんですけど、上の回転までしっかり回せるパワフルさもあるので、
そこはすごく兼ね備え、両方兼ね備えてるところが私的にいいなと思いました。あとはね、女性だったら手軽で軽いバイクっていうとどうしても小排気量に行きがちなんですけど、この MT25 だとコンパクトで乗りやすいのに最高出力35馬力とそこそこのパワーはあります。でエンジンも R25 と共通のエンジンを使っているので、なかなかねスポーティーな走りも楽しめると思います。なのでバイク乗り始めてまず最初にやっぱり加速、減速、止まる、曲がるっていう基本的な操作をね、皆さんバイク乗ったら最初覚えていくと思うんですけど、その初歩的な基本操作がこのバイクはすごくしやすい。そういう意味では本当に初心者の方におすすめしたいですし、女性にって最初言ったんですけど、女性じゃなくても男性の方でもこの MT シリーズのデザインって多分好きな方多いと思うので、免許取り立ての方もしくはリターンライダーの方、そういう方とかに、ぜひ乗ってもらえたらなと思います。今回の試乗インプレは、レスポンスの方でも掲載されているので、ぜひそちらも見てみてください。それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。こちらの動画をいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。 MSTV 制作委員会のご参加もお待ちしております。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。